テス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 マイクのテステステスだけに。What's our next move? Right behind you. Next season.入ってないと思う。なんかすごい煙のメッシュの境目目立つ。なんだ。なんだっけ。なんか BGM 大きくね。なんでこの BGM。大きく感じるんだ。そう、今日はお詫びから始まる。前回なんだっけ、どこだ、バレンジアの2巻なんか変なセーブデータから開始したから、バレンジアの2巻を持っていない。バレンジア、バレあった。前回このバレンジアの2巻こうねっとりと検閲された、削除された部分を読んでたんですけど、このエッチなシーンが終わった会話シーン、ほんと最後の部分、この辺りでセリスのことをなぜか私が好人物ですねって言ってたんだけど、あれは根拠がない思い込みで、そもそも最後の行のあたりをめちゃくちゃ読み間違えてて、あのいかに私が下ネタ以外のことに集中力を発揮していないかっていうのがよく表れてた。まあこれもでも読み直したらちゃんと下ネタだった。左のページの第2パラグラフ。 No, I didn't say that. Only I prefer privacy. And I want to wait a while, like a day or so, before the next day. Next time. これは、あの、バレンジアが待ってって言ってるのは、これは、マンコ。セリスの、チンコが痛かったから、次もやりたいけどちょっと待ってと言ってるんですね。これね、なんでこれをスルーしてたのか、眠かったのかな。でもちょっと不甲斐ない自分が。でまあそれでセリスが大丈夫だ、大丈夫だよって、君は大丈夫、まあ君の股間の娘は大丈夫だよって言って笑ってるわけで、そんな大丈夫かどうかはバレンジアが決めること、痛い時は痛いんだからバレンジアが決めることで全然 OK じゃねえよということなので、こうセリスは身勝手で割とあのバレンジアをおもちゃ扱いしてる。なんていうか、セリスは
小ずるくて卑怯で、信頼に値しない感じに描かれてるんですけど、後の方読んでると、それはタムリエルの他の種族の人がカジートとはこういうものだって考える典型例を書いてるようでもあり、またそのカジートのいわゆる偏見にも含まれるカジートらしい特徴、それを魅力としても短所としても書いてるようでもあり、ただカチーシャというノルドの女性がこの話の後に出てくるんですけど、その人はすごいいい人で、バレンジアもセリスもすごくもう心から愛して可愛がってくれるお袋のような存在、お袋のような姉のような、そういう太ったノルドの女性が出てくる。そしてセリスは結局殺されちゃうんですけど、その際に自分の処刑をカチーシャに見届けてほしいと言っているシーンがあるんですね。そこでなんとなく私のセリスの、もしかしたら生まれ落ちた時から一人で盗みをして、彼なりの自由と孤独を満喫しながら生きてきた中で、でカチーシャに対して自分の最後を看取ってほしい人という愛情を抱いていたんじゃないかなというふうに思います。だから眠い時にセリスに対して偏って好意的な見方が出てきたという言い訳です。それとあと今日はマルカルスに来てるんですけど、なんでマルカルスに来たかっていうと、前回の冒頭で私の録画を見直すと、なんだっけ、憎んでやまないだらしねえ男ボイスって言ってるんですけど、これは別に男性一般に対することでなくて、加工した男性の声みたいに加工した自分の声に対する気に入らねえっていう不満なので、全然誰かとか一般的な男性に対する不満の表明じゃないですという2点が、なんか謝罪、お詫びポイントでした。で、性別の話が出たところで、キャラクターメイクすると性別決めるときにセックスって出ますよね。で、まあ性別だから生物学的な意味でセックスっていう風に表記されてるわけですけど、それからゲームエンジン、ゲームの仕組み上性別のことをセックスと表現しているんですけど、ネクサスの登録時に皆さん見たと思うんですけど、性別のところにジェンダーって書いてありますよね。これ割と結構昔から英語圏、欧米の英語表記のところで一般的に性別を穏当な言い方、必ずしも生物学的なことだけではなく、
性自認、それも含めて性別を記入したかったら記入してねっていう項目があるときによく使われるんですね、ジェンダーって。そこがちょっと日本だとちょっとまた違う使われ方ですけど、そういう意味でゲーム上の賞レースメニューのセックスと同じ意味でジェンダーっていうのが結構一般的なんです。で、それがスカイリムと何の関係があるのかっていうと、オブリーから登場する本で、スカイリムにもある本の中で性別のことをセックスではなくてジェンダーって書いてある本があるんですよ。原文を見ないと絶対に気づけない部分なので、そこはそう書かれてたんだってびっくりする人もいると思うんですね。そんでそれでマルカルスに来ました。あそこにあの人いますよね。もうスカイリムのプレイヤーはみんな知ってると思いますけど、あそこに近づくとナミラのクエスト始まるんですけど、ゲーム内に出てくるナミラに関するとても重要な本、その本が性別のことをジェンダーと表記してます。割と一般的な本で一つの都市に2冊ぐらいあるんですけど、マルカルスはちょっとこれから行く場所と、あと自宅ブリンドレルホール、ブリンドレルの間、あそこにあります。つまりプレイヤーの資質とここの、なんかカクつく、ここの姿勢さん、この人の部屋にこれはヘムスカーの時にディスったんですけど、この本はですね、神様というか、まあエイドラなりデートラを信仰すると自分の魂が成長して神々に近づけるよっていう本なんですけど、それもちょっと関係あるかもしれない。これです。あれ、ちょっとバスケット邪魔、これ物ご用事。これは物ご用事だから男の子もしくは男性の話かなと思いきや、これ右のページ見てください。第2パラグラフ、かつてウィードルという男がいた、あるいは女であったかもしれない。性別をあえて曖昧にしている節がこの物語にはあるのだと書いてあります。ここがだと、ベガープリンス、
同じ場所を右側のページの第二パラグラフ。There once was a man named Widow, or maybe it was a woman. The story goes to great lengths to avoid declaring Widow's gender. と書いてあります。これは一応中世を意識したゲームなので、テスはこれセックスって書かないでジェンダーって書いてるのはこれも意味があって、これはもう物の用事は涙というデードラの本ですけども、スカイリムのクエストはやった人は分かると思うんですけど、びっくりしますよね、急にあんなことをあんな風に生でさせられて、服を脱がしもしないでそんなことしちゃうのって思いますよね。素手ですぐ口をつける。まあこの人なんですけど、オブリのナミラのクエストはもうちょっと違ってて、初回じゃないな、第2回でもアーケイに対する私の激しい憎しみを隠さないでいたわけですけど、なんでかっていうと自分のことを嫌いでしょうがない人、そういう人たちの神様なわけですよ、ナミラは。でそのナミラの信者が人目につかずにたっぷり自分の苦しみとか自己嫌悪とかそういうネガティブな気持ちに浸るために、アンガだったかな、アンガという古いアイレードの遺跡に閉じこもってブツ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 言いながらみんなで暮らしてるところに、アーケーの信者が司祭がずかずかと入り込んでいって、もっと光を見なさいと、もっと前向きになりなさいと説教するんですね。でそれを殺しに行く。そしてナミラの信者を好きなだけ自分のネガティブな気持ちに溺れることができるように守ってあげろっていうのがオブリのクエストなんです。優しいでしょ、ね、優しい。そうなん、別に正しくなくても、誰かにとって正しくなくても、自分の感情の生活、そういうのがあるわけ でそういうのを守ってくれる暗闇の母なんですよ、ナミラは。それがこう、あ、ネズミ扱いになってる。そのことについて書いてるわけで、つまりここでこの物語用事の話自体は王位を継ぐ見込みがない貴族の、これウィードル何人、ダンマ、ボズマ、まあとにかく賢いけど王様にはなれないという立場の人が、ある時放浪の旅をしてナミラに出会う。偶然、本当に偶然ナミラに出会う。そして
デイドラプリンスの力を利用してあのこの世の栄光をつかみたいと思う。そしてそのためにナミラに弟子入りしたいとお願いする話ですね、これは。で、ナミラの弟子にしてもらえるんですよ、最終的に。ところが、この右側のページ、真ん中を見てほしいんですけど、あなたに病の力を授けましょう。いかなる病気であれ、症状が目に見えるものであれば、思いのままに患うことができます。ただし、どんな時も最低一つの病に耐えなければいけません。これがあのナミラのポイントで、病人というのは弱い立場にあるわけで、弱い立場っていうのを肉体という物理的な部分で なんていうの実現目に見えるように持ちなさいという、これがナミラの祝福なわけです。ウィードルはびっくりして、それは祝福ではないと、これはこの世の栄光を勝ち取れるような力ではない、そういうふうに抗議するんですけども、ところが誰にでもかわいそうと思われる立場の人になるということは、お金と情報を欲しいままにできるというふうにナミラに教え諭されて、そして物乞いとして、しかしその価値は王子と同じである、それぐらいの力とお金を持つということを成し得た人の話、これが物乞い王子です。結構私の周りにツイッターでお話しする人とか、ナミラ信者の人はオブリのナミラクエやこの物乞い王子の内容、これがとても良いということでナミラ信者の人がいます。私もデイドラだったらナミラが一番好き。だからこそスカイリムのナミラクエはあまりにも突拍子もなくてびっくりしましたけど、そういうわけでこの物乞い王子、これが性別をジェンダーって言ってるのは、本当にどんな立場の人でもこのようにナミラの祝福を受けられるということを言いたくて、あえてセックスではなくジェンダーと書いてる節がある。もちろん性別の温当な表現としてのジェンダーの意味もあると思いますけどね、ゲーム上なかなか気づきにくい部分ですけど、そういうのがありました。あっさりしすぎてるって言われるクエストとかテスはありますけど、設定はかっちりしてて、後から本読んだりして深めてもなるほどねっていうところありますね。そういうわけでマルカルスに来ました。なんか謝罪部分でエロを済ませた気持ちになっていますけど、まあ他人の生活を、読書生活を覗き見るというのがこの配信の趣旨なので、
紳士のホワイトライン、ホワイトランガイド、ブランが書いてある。これ下品、うん、でもミカエルは結構つまんないやつだから、うん、女について、うん、口さがない適当な噂話の本を書いてる。オブリーは何だろう、自分こそモラルがある立派な一般市民だっていう顔をして、いろんな人を批判する本が、あのシティガイド、街の紹介本でした。スカイリムはスケベ版でも、そんなあんまいいスケベ本じゃない。スケベにもいいスケベと悪いスケベがある。ミカエルは悪いスケベ。うん、スケベ本しかない。スケベ本と無類の味わいしかない。ん、あ、ワンコに見られてる。バッドテイストなミカエルの本と無類の味わいっていうグルメ本がある、あの調理室っていうのも、これはちょっとマルカルスっぽいですね。あのマルカルスっぽいっていうか、ナミラクエっぽい。そう、なんだろう、それも考えてああいう風に本を置いてるとしたら天才？すごいな。この内装をしたのは誰だ？なんかなかった？ホワイトランと、あとソリチュードは一般市民の部屋にバカすか本がある。特にホワイトランはすごい、すごい量。みんな家に閉じこもって本読んでんのかな、ノルドなのに。サルモール、あ、いるんだ。へえ、あ、じゃあなんかストームクロックリオになってもいいのかな。うん、へえ、仲良くすんなよ。エルフ本読まない？アルトマン本読まない？あらまあ、ちょっとそれはどうなのかな？
Can you imagine what Markov must have looked like when he was living here? I can begin to. 文学の世界を自分とこのためにあの制限してるのかな。だとしたらサルモールやっぱダメじゃん。エッチな本とか読んでいかないとトライベナルみたいになる。エッチな本なかった。エッチな本っていうかラブレターはマルカレスにありますね。あ、とっと、とっととっと。マルカレス。近所のお家に忍び込みにくい。これトレジャリーハウス。ここに住んでる人、お金持ちの、なんて名前だっけ。まあエッチな本が見つからなかったら、さっきこのビベクの、ビベクじゃない、ナミラの話で、必ず一つ病にかかってなきゃいけないという、そうすることで弱い立場の人の気持ちを常に持ってなきゃいけない、そういう修行みたいな話が出てましたけど、でトライビューナルの中で私あのビベクだけはまあ許してやってもいいかなとか言いましたけど、なんでかっていうとあの人半分灰色、つまりあのチャイマーからダンマーにあのモロウィンドの人が変えられた時にその運命をあの受け一緒に背負うために半分みんなと一緒にしておいたという、とても尊い鈴カステラ、あの半分白くて半分黒いカステラとかアシュラ男爵とか、そういういい人、いい人って言っても、うん、やってること悪いこといっぱいあった。でもなんかいいところもあった。なんかつまんない本ばっか。本当にあの多分ゲーム内の本5分の1ぐらいはちゃんと読んだと思うんですけど、記憶に残ってるのはあのいい話とエロい話だけ。
それ以外は本当に記憶にない。そうな、そうなだそうな。ケーキとダイヤモンド、なんだっけ、錬金術の話。で、あのスカイリムとオブリはあの錬金素材、基本的に有機物ですけど、モロウィンドは無機物もあったのかな。あのオブリのモッドで COBL っていうやつを入れると、モロウィンドの素材もあのゲーム内に追加されるんですけど、あれ確か宝石をこうゴリゴリ砕いて錬金素材として使えたんですよね。でこれも宝石で作った薬を使って作ったケーキの話。なんかあの本にもいろんな傾向があって、ノルドはあのノルドでも意外と魔法が使える人がいたとか、ノルドらしい剣士の話とか、そういう風になってて、でダンマーとかはあの基地、起点と、あとボエシアっぽい謀略でうまいこと成功を手につかんだり、危機を切り抜けるという話が多いですね。インペリアルはエッチな話、アルゴニアンはアルゴニアンアルゴニアンもエッチな話かな。でもあれはアルゴニアンに対してエッチな気持ちを抱いている人が書いた話だから、スケベなのはインペリアル。実際アルゴニアンでスケベな性格の人ってそんなに、盗賊とかは盗賊で書かれてて、エッチな話。Can I help you? あ、こっから先はもう出ていけタイムだから、探知を切ってチートでちっとお邪魔します。シャウラスパイ食べたくない。でも美味しかったらシャウラスを見る目が変わっちゃう。エンド、宝石職人、裏の顔は盗品を扱うフェンス。おお、いっぱいある。本ないな。お家の中に仕事場がありますね。寒い時に暖かくていいのかな。探知切ってるからコソコソしなくてもいいんですけど、でもなんか気持ちがコソコソする。鼻歌やめろな。エンドのうち本なかった。うん、やっぱ本がいっぱいあるイメージなのはホワイトランとソリチュード。
が綺麗。これ自分の家だな。Can you imagine what Markarth must have looked like when the dwarf came in here? I can't even begin to imagine. ドワーフってロマン詰まってる。あ、ヘントの家は見た。びっくりした、オグマンド、オグマンド、オンマンド、なんか名前が似てる人が多すぎて、あれ、これギルドの本、盗賊ギルドの、この人って確か、この人吟遊詩人で、タロスの崇拝者。タロス大好きなおじいちゃん。でもギルドの本か。なんだろう。なんで、ノクターナルの、でもノクターナルの話じゃな、あ、でも、アズラの話、これアズラとドゥーマーの話ですね。これはデードラとか古い神を否定するドゥーマーがアズラに対して謎かけで挑戦する話。そしてアズラも答えを言うのは簡単なのに、正解を言おうが間違おうが、ドゥーマーの欲望を満たすことになるので、そう簡単にはいかないぞという複雑さを見せる話。これ面白いんですよ、このシリーズ。あと注釈がついてて、どうしてこういう風な内容でこういう風に解釈されてるっていう、本の内容の歴史も一緒に書いてある。マルカルスらしい本、ペリナル、レマン、レマンは湖の名前でも皇帝の名前でも、レマン皇帝、レマンコ。今日はチンチンじゃなくマンマンの日ですね。短いな。これちょこちょこオブリの、オブリにいっぱい出てくるアイレードの遺跡、名前出てくるので、実際にオブリでこの本に出てくる遺跡に行けるので、オブリまだの人はぜひオブリを。アイレードの遺跡めっちゃ綺麗ですよ。暗い、何も見えない。これもっと適当なとこにポータルを作って、ポータル同士を行き来できる。The sisters are communing with Debella. They can't be disturbed. You'll have to come back another time. 見られてる。
暗いわ。リベラ屋さん、リーキ欲しいな。リベラ、リベラはエッチな神様というか、なんだろう、マーラ様が生まれてしまった子供たちの母みたいな神だとすると、リベラは子供を産む男女の性愛の神だから、両者は同じもので、なんだろう、時というか段階が違うものとして考えれる。なんかぼんやりとした話になってきたから、私がトライビューナルの中で唯一譲歩して考えてるビベクの話を、ここマルカルスで暗い。話をして終わりにしようかなと。近づきたくない。あそこにステンダールの屋さんいますけど、あの人に話しかけられると始まるクエストがあります。話しかけられたくないから遠くにいる。モラグ、モラグバルのクエスト始まっちゃうから。で、モラグとリベクの話が出たところで、モロウィンドにしか登場しない本なんですけどって言っても、あの、私モロウィンド序盤しかまだ遊んでない。のでよく知らないんですけど、この本だけはちょっとわかる。これ、この本読むと、これ作者ビベクなんですけど、最初の一行と最後のあたり読むと、ビベクはチンチンにモラグに噛まれた傷跡がある。モラグバル、あの、すべての吸血鬼の始祖レイプの神。これ1行目、ビベックレイウィズモラグバル480 days and 8 though headless。 これ ESO に出てくるそうなんですけど、これどう訳されたんでしょうね。これ私が訳すなら、ビベクは80日と8日の間モラグバルと寝た。しかしフェラチオはさせなかったと訳します。このヘッドレス、ゾウヘッドレス、これ
このぼんやりとした書き方ですけど、ヘッドで頭、これの学校では習わない意味が大まかに分けて2つあるんですけど、一つがヘッドの意味はフェラチオ、もう一つの意味が髪の毛。これビートルズの歌に、なんだっけタイトル、カムトゲザー、あれにヘッドダウントゥーヒズニーズ、頭を膝まで下げるという直訳なんですけど、これは膝までありそうな長い髪って考えるべきで、でもう一つ割と一般的なんだけど学校では習わないヘッドの意味がフェラチオなので、これはイベックとモラング、どちらもちゃんと頭ありますから髪はない？でも髪がないってことをここで喋っても別に意味が通らないので、これはフェラチオをさせなかったって話ですね。で、私この本の文章あんま、文の書き方ちょっとまだらっこしいっていうか回りくどくて好きじゃないですけど、めんどくさいこの人の文章。右のページの一番最後のパラグラフ、バットビベクメイドオブヒズスピア、やり出てきた。A more terrible thing from a secret he had bitten off from the king of rape。 これすごく鬱陶しい文で、そのまま訳すと、しかしビベクは己の槍をもっとひどいものにした。なんて言うんだろうこれ、 He had bitten off from the king of rape、 そのまま訳すと、キングオブレイプ、レイプの神に噛ませてしまったという秘密があるということですね。これだとビベクが何だろう、いいよいいよチンコ口に入れてもいいよって言っ、うっかりモラグに許したという感じになる。まあそうなのかもしれない。でまあ案の定噛まれた、そして傷が残った、醜い姿になったという文章があるので、それを自分で本にして書いちゃってる。なんだろうこの人。だからなんかリベックのことを許したい、そしてベセスダがこの本をまた本編に出してほしいですね。それを待ってます。でも無理かも。でも ESO で出てきたそうなんで、ぜひゼニアジがここをなんて訳したのか知りたいですね。そのまま訳すとあれかな、ダメかな。でも文字だけだから、映像とか画像じゃないからセーフ。
というわけで、マルカルスにまつわる生徒チンチンの話でした。ちょっと取り留めのない感じで申し訳ないですけど、まあでもいろんなところにエッジは転がっているはず。I can't even begin to imagine. ドワーフってどういう性欲だったんでしょうね。お疲れ様でした。